福岡県立八幡工業高等学校は、福岡県北九州市八幡西区別所町にある、公立工業高等学校。通称は、八校。通称については、古く昭和40年代は、八校と称されていたが、その後、福岡県立八幡高校と混同されやすいためか、ヤン校と、通称されるようになった。しかし現在では、 秋田県八甲をモデルとした八甲シャツを作るなど、八甲に回帰しようとしている。部活動では、運動部のボート部が国体出場の常連である。文化部では、吹奏楽部が2007年2月にアンサンブルコンテスト、九州大会にて、サックス50層が出場するも、ご一歩で全国大会を逃す。通学者は、八幡西区の地元の生徒が圧倒的に多いが、 県内全域から受験、通学が可能である。工業高校のため男子生徒が大半を占めており、女子生徒の人数は十数人程度であるが、年々増加しつつある。また、女子生徒の制服は、1995年4月の入学生から新しいデザインとなった。毎年行われている体育祭での5日からなる応援団が、八甲団子一番の見物である。 2006年4月入学生まで2007年4月入学生よりありがとうございます。